はい、お疲れ様です。今日は個人事業主の年金か断然お得、知らないだけで1000万円の損っていう話なんですけど、まあ、前回その何ちゅうの、個人事業主と会社員のまあ同じ年収でも実際の所得は違うよっていうのがまあすごい反響を呼んだんでね、あれですけど、なんちゅうかな、コメントとかでも年金とかで社員もなんかあれ勉強になったっつってね。でまあなんか質問にもあったけど、個人事業主だとか、まあうちで言うと従業員、社会保険も入ってる子もいるんですけど、あのでもバラバラでいるんですよ。まあどっちですかみたいな質問来てたんですけど、まあどっちもいるっていうのが答えなんですけど、年金ね、ちょっと年金について、年金の質問って本当よくあるんで、実際のなんちゅうのリアルでも、そのコメントだけじゃなくてね、もうコメント今ちょっと申し訳ないですけどね、一人返すと全部返さなあかんで、もう返さないようにしようんですけど、たまにおーいいよーと思ったら、このなんか何ハートマークみたいなのつけて、塗り替え道場の多分マークがピコーンってついてると思うんですけど、なので質問とかはどんどんねしてもらえると本当に嬉しいんで、本当に勉強になりました、本当一言だけでも本当にテンション上がるね。本当にその1000万のどうのこうのの数字が伸びたぐらいからだもんね。俺もこれパソコンでちょっとなんか試行錯誤してるでしょ。また今日もちょっと下に映っちゃうであれだけど、いろんな何自分の位置変えたりね、照明も買ったし、ちょっといろいろ考えてどうやってやったら見やすいかね。パソコンがねやっぱ近い方が見やすいでっていうことで、ちょっと今やってます。じゃあ本編いきましょうか。コメントにあったね、それは本編が遅いっていうのもちょっとコメントあったんで、まぁ、ちょっとここの最初はこだわって一言二言喋りたいなっていうのがあってちょっと喋ってるんですけど、はい、じゃあ本編いきましょうか。まぁ、まず目次からだな。まずこれコメント、説明欄に目次リンクありますよって、そういう人用にね、目次リンクっていうのがあるんで、そこを使ってもらえればもう俺の話無視してもらっていいんで、最初の入りはね、使ってください。でスマホで見る場合は、要はコメント欄か。コメント欄にしかリンク、説明欄のリンクじゃ飛べないんで、なんだか知らんけどね。で、コメントに入ってる俺のその、目次。これ同じものがペタペタってコピペで貼ってあるだけなんで、スマホの場合は、そのコメント欄から入ってください。じゃあまず1番、個人事業主のための年金の紹介か。まあ、ちょっと3種類ぐらいかな。出します。ほんでまずその2番ですね、個人事業主のその何ちゅうかな、年金のまあ前その紹介したんですけど、小規模企業年金だったかな、小規模個人事業主年金、ちょっと俺名前忘れちゃったんです、まあ後で出てくるんであれですけど、だけでどれぐらいお得かってね、結構俺これ1個作るの1時間ぐらい勉強して、もっと調べてるかな、いろいろ調べれば調べるほど分かんないんで、まあいつも喋る時に途中からは労務士に聞いてくださいとか税理士に聞いてくださいって逃げちゃうけど、まあネットで調べてまたらもういろいろ出てくる。で、何がルールってちょっとあれだけど、何細かいその他付随みたいなのがいっぱいあるじゃん、子供がいるいないとかでね、そういうのがあるんで、まあ俺もこの全国ネットで出ちゃうもんで、まあ間違った情報は出せんなと思うんで、簡単なことはちょっと言えないんですけど、まあある程度経営者としてのね意見を言えればなと思ってます。はい、いこうか。個人事業主のための年金、まず第1が国民年金、第2が国民年金基金、確定拠出年金、これ4番に俺入れるの忘れちゃったな。まずちょっと1番から。国民年金っていうのはまあみんなまあ入って、まあ、職人の世界どうかな、入ってない子結構多いんであれですけど、入ってるみんな職人さんね見てくれてるんであれですけど、まあ年金、まあまず第一の前提に、この年金の上積みなんで、国民年金は絶対入んなきゃいけないです。得か損かっていう話じゃなくて、まず国民年金っていうのはもう絶対入んなきゃいけない。まあ、入れば、国民年金基金っていうのと、確定拠出年金。で、小規模、小規模企業共済だ。
これ4番入れとかなかったんですけど、国民年金基金確定拠出年金だね。でその次にこれイデコっていう、なんか名前が変わってんだよね多分ね、これね名前変わってっていうか、なんか国がなんか英語で読んだらイデコみたいな感じなのかな、まあなんかそんな感じです。で これもねちょっと難しいわ、これだけで1本取れるなっていうぐらいちょっと難しいなと思ったんで、またちょっとこれ次考えてるんですけど、今日はその小規模企業共済についてちょっと話させてもらおうと思います。あ、その前にこれがあったか、小規模企業共済ね。でこれ掛け金なんですよ。あのいくらまで入れるか、結局税制独があるんで、もうなんぼでも入りたいじゃん、なんぼでも入りたいってなんぼでも金があればなみたいな感じだと思うんですけど、まあ例えばね、あの個人事業主で1000万2000万って稼いでる、売り上げがあるっていうかなっていう人は、まあ、これ年金に繰り越せたら税金払わんでいいじゃんね。だから、まあ、なんぼでも入りたいと思うんですけど、まあそういうわけにはいかんみたいなね。やっぱり小規模企業共済っていうのは7万円で、イデコだって、あの何だった、この確定拠出年金ね、これは6万8000円で、国民年金基金も6万8000円で、まあ小規模企業共済っていうのは、これ今からちょっとシミュレーション、実際のあのサイトがあったんで、俺あこれめちゃくちゃ面白いなと思って後で紹介するんですけど、あのイデコと国民年金基金の、まあ、ざくっとした違いね、あのこれはあのオフレコだよオフレコだよって言ったらあれですけど、もうこいつ間違ってんなって言って、あの税理士とか労務士じゃないからちょっと間違ってる可能性もあるんですけど、まあ、今日結構ずっと調べとったんであれですけど、国民年金基金っていうのはどっちかというと性質上あの厚生年金みたいなやつ、なんかただ払ったものを積み立ててって、まあ実質 2%3% のなんか利回りっていうか分からんけど返りがある、まあでもそうだよね、まあ死ぬ年が長かったらどうなんだろうね、ちょっとそれもちょっとまた調べてまたやります。でイデコっていうのはどっちかっていうとなんか運用するみたいな感じでしょ、なんか極低拠出年金で、あれこれはなんか会社員もできるでしょ、で俺もできるんかな、あの小規模企業共済はあの塗り替え道場の社長さんも入れますよって言ったけど、多分これ入れない、あの規模がね、うちの会社は大きくなったらもうこれ入れないんだ、中小企業はこれ入れるんだけど、まあ中小企業でうちも中小だけど0歳しか入れないみたいな感じかな。でうちもまあ本当最近まで入れたんですけど、小規模企業年金ね、共済か、で今はまあ企業の大きさ的にはちょっと難しいってことを確か俺ロミさんに言われたから、うん、あのまあ入れないと思う、それコメントかなんかで来とったからね。はい、じゃあちょっとあれか、最後シミュレーションですね。これね、これ本当にあのこれちょっと面白いんですけど、あのまあちょっと他のやつが映っちゃうんで、こっかちょっとこれい、これサイトなんですよ、これ別に誰かが作ったサイトとかじゃなくて、あの実際の何、あの本当に中小機構ってなんか、まあ、多分国って言ったらあれだけど、国とかそういうなんか、まあ、とにかく別に民間がやってる、まあ究極は今ゴミ処理とかも民間がやってるからちょっと分かんないけど、まあ公的機関みたいな感じだよね。でここにこれちょっとリンク貼っとくんで、これは中小機構ですね、まあ、ネットで検索したら分かるで、まあ貼る必要ないか、俺いつも忘れるでちょっと調べてください。ちょっとそれはね、あのあれだな、お買った照明が役に立たんわ、これじゃあこうしようか。うん、実際のシミュレーションってできるんですよ。で資産条件読めるかな、それね、うん、ちょっとこうしようか、ちょっと、うん、まあ、暗いんで読めるかなっていう感じですけど、あピント合わないか、マニュアルにしちゃったね、ちょっとオートにしとこうか、ちょっとねパソコンがなんかずれとんね、ちょっと見づらいですけど、まあ、ちょっとご容赦して始めようか、あんま長なると皆さんあのはっきりと離脱してきてね離脱率って出るんですよね、だからちょっとごめんね、うん、じゃあこんな感じにしようか。これが脱退年って、これ今日から入る計算で脱退する年、
で俺2039って、まあ、さっき入力したんで2039ってこの20年間か、20年間を今日、まあ、9月か、これ7月だとな、9月として、まあ、ちょっと1ヶ月2ヶ月ずれるかもしれんけど、掛け金を、まあ、まあマックス7万にすると、まあ、その7万も払えるかっていう人はもうちょっと自分で試して、うん、で、まあ、掛け3番だね、掛け金に毎月の掛け金の額を入力してくださいだと7万円でしょう。で4番所得、課税所得金額に課税される所得金額を入力してくださいなので、これ自分の給与を入れるんだけど、あの本当はもう課税される金額だって、まあいろいろ控除引いた分ね、まあ1000万売り上げがあったらどれぐらいになる、まあ500万なかなかあれかもしれんけど、まあ仮に1000万として入れようか、まあ税引き前としてね、あのまあ車とかガソリンって入れる前に、まあこれも入れるとすると、まあまあ500万でもいいんだろうけど、ちょっと1000万でやってみようか。資産実行ってやると、共済金額と節税額の試算結果って言って、事業廃止などなんか、まあこれによって事業廃止と、なんかこれ何、まあ俺も中卒なので字が分からないわけやんけど、これ読めるかな、読める、ここね、ここね、老齢給付金か、まあだって事業廃止とこれが違うんだね。で1900万と1800万もらえるんですよ。で節税効果だね、ここ税額加入前加入後所得税が1000万だったらね、180万で、住民税が200で100万5000ね、まあ慣らしてちょっといっちゃうけど、合計280万、1000万の所得、あの確定申告で1000万出しちゃったら280万所得税と住民税だけで払わなあかんよってことだね。まあ多分これもいろんな地域によって違ってくると思うんですけど、で加入後になると150万の920万になるんですよ。まあそんだけだって、まあ7万だで84万、年間84万払うわけでしょ、その保険料を。だから84万の多分所得を引けるからっていうことで、その変わってくると思うんですけど、でこの節税額が36万7千なんですよ。これすごいでしょ、俺びっくりしたもんね。だって年間400万ぐらいやるんじゃない、あ違う違う、ね、年か、ね、年じゃなくて、そうそう、ね、あの10年で400万ぐらいあるじゃないですか。そうすると30年で1200万あるんですよ。でサムネに入れたよね、1000万じゃけど、これあの客邸、あの小規模企業共済を使っただけだね。で実質返礼金っていうのは、これ多分ここにあるね、実質返礼金、これ 200% で190%で、こんなに返ってくるってこと、払った分の。ただその計算方法というのは、実質返礼金っていうのは共済金額割る掛け金合計額って、まあ難しいわ難しいから、簡単に言うと税制のこのメリットも入れてですよってことだと思いますよちょっとそんな説明でざけんなかもしれんけど、あのね、まあまあそれが分かってりゃいいんだわ、多分ね、仕事なんかそれ以上分かる必要がないからなんですけど、まあまあこの下の方とかまた見てくれるといいかな、そのいろいろ書いてあるけど、まあ俺ここがすごいよね、年36万7千円税引くんだからさ、ありえんじゃんね。これじゃあもう一回入れてるか、2039年の9月で7万で、多分俺の予測ね、変わんないと思うんですよ。500万ぐらい、あの300万ぐらい所得出しとっても500でやっとんな、まあ、これ300でやったのか、まあ、200で300でいいや、いろいろ引いたら300しか残りませんでしたと、実質計算しますと、ああでも節税額が16万か、16万しかお得じゃないな、でも買ってくる金額は同じでしょ、まあ、結局はあの上ね、ここ、この買ってくる金額は同じです。ただ節税メリットで言うと、あの所得税がこんだけで加入後はこんだけになるから、
節税効果は年間17万ですよ。だけどだって30年で考えて、まあ、約10年で200万違うでしょ、600万違うで。でそう、まあ俺これぐらいでも、で他のものもあるでしょ、あのなんとか基金、あれも俺いろいろ調べたら税金の控除の対象になるって書いてあったんで、絶対お得だと思うんですよね。これもう俺も本当思うんですけど、やらな損ですよね。まあちょっとごめんね、今日ぐずったもうねぐずったけど、あの編集できんでしょ、編集っていうかカットできんでさ、なのでちょっと申し訳ないんですけど、まあでも本当まとめをちょっといろいろ考えとったんですけど、まあ、まとめはないとしても本当に今これだけお得になるんで、個人事業主の人、まあ、ぜひやってほしいですし、あとはまあね本当に従業員か個人事業主がやっぱ悩んで独立を、それが壁になってるんだったら、全然これいいもんがあるんだから、別に全然ね、年金がもらえなくなるとか、社会で今度俺今日このまま取るのが、今度健康保険 の社会保険についてちょっと取るんですけど、そっちも絶対見やすいっていうかためになる話にはなってると思うんで、言ってることが分からんっていうコメントよくあるんで申し訳ないんですけど、だけど本当に結局壁ってそこじゃん。個人事業主なんて、俺でもやっぱり独立するっていうか、まあ、まあ俺の時代の頃は社会保険なんかみんななくて、なんか、まあまあね、税金だけ引かれてなんか給料もらっとるみたいな感じの世界だったんで、いいですけど、まあやっぱ壁になるのはそこでしょ。なんか社会保険とか切られたらどうしようとか、個人事業主になって年金の問題どうかなとか、いろんなこと悩むと思うんですけど、全然問題ないと思う。俺も想像を超えとったもんね。小規模企業共済だなんだっていうのは、だからこれ全部入れるからね。でまあまあ今度その話はそれは、だから大丈夫、個人事業主になった方がいいって俺は思ってるだけだけですけどね。そんな感じです。はい、またねー。